よしよし、これからは私の言うことはちゃんと聞くのよ。うん、聞く。何でも聞くのよ。赤ちゃんは私の言うことを聞く素直ないい子になるの。うん、なる。ちゃんと誓える？うん、誓います。うん、じゃなくて、はいはい。あ、すげえ。完全に会長さんを制圧しました。で、何ですって？あ、すみません、日本語じゃわかりませんよね。ウィスバランジョファジョファジュアガゼメアガディンデサパテレアンジアンドメジンベテラルピタンティアオシーカグヤ、熱意に放送コードに引っかかるレベルの脅迫。フェルメテジョアサビナツルボドドアシミフォトフォトペイジェブジェ。で、この子が裏生徒会初期、緑川花。彼女は裏生徒会副会長、白木芽衣子。あれ、じゃあ会長は？あら、ごめんなさい、前のページよ。裏生徒会20代目会長、人呼んでカラス使いのマリ。これって会長、キヨストロ。さすがです会長。で、危険バクさん、この剣はカムイを持たず。すごい圧、すごい気合だ。覚えとけ、次こそ決着をつける。行くぞママ。で、これが真剣だ。誰だあいつ。いろよ、ウィードだ。マジかよ、ウィードが封禁。こちら第二小体育館、逮捕者1名、負傷していますので担架をお願いします。で、制服改造に先発装飾、高速違反のオンパレードだな。貴様たちの健全な成長を阻害するし。で、体内ムービースイッチ。アイスポン変態ペナルティ50。井上京子。待て、今のはわざとじゃないんだ。偶然だ、偶然、たまたま通りかかったら。で、サンドバッグだな、ボクシング部の。なんか怖くて、これが邪魔で可動部に行けないんです。後でボクシング部にきつく言っとくよ。とりあえずこれ移動させないとな。ちょっと下がってて。でもこれ臭いし、すっごい重くて。任せとけって。これだボクシング部。お前らこれとっとと片付けろ。で、ありがとう。あ、窓が汚れてますわね。今週は私の当番でしたわ。拭きますね。サポートの意味がちょっと違う。それではただの迅速な召使いだ。だけど大変便利ですわ。で、あんたみたいな小さい人間嫌いなのよ。あの、このお子さんは。怒らせたらどうなるか思い知らせてやる。で、篠宮先輩って会長のこと好きなんですか？私が会長を？バカなこと言わないでちょうだい。そんなわけないでしょ。じゃあそれとなく会長に伝えておきますよ、脈なしだって。絶対にやめなさい。聞いてますか？多分暗殺術極めてます。暗殺術で、
さすがにメダカさんはさすがだな。俺たちの10倍は働いてるはずなんですけどね。ヒナ、そんなことはない。さすがの私も最近の業務ラッシュには少し参っておる。どこが？で、立て。え、今なんと？立てと言ったのだ。この人間、支配の呪文のようなもの。私が風紀委員長になったからには緩い世界など許さん。おお。規律だ、規律の先に自由、そこを徹底してやる。それはいい考えですね。ああ、お父さんお母さん、僕はまた登校拒否になってしまいそうです。